はい、ありがとうございます。はい、お願いします。あ、はい、ありがとうございます。冷蔵庫でもカチカチなのかこれ
じゃあ下ろすの。はい。はい、ありがとうございます。
ぱりさ、で、このままパンとしちゃった。ちょっと食べます。ああ、そうですね。はい、ありがとうございます。YouTube かな？いやー、やってます。あ、これで一緒でください。よく庭に見るんですよ。はい、あの、全国のやってるんですよ。僕、全国出張するんで、はい、そこで、いろんなとこ。いや、最近やったばっかりです。まあ、そうなんです。まだ1000人ぐらいしかいないです。正午に多少で見てます。はい、薄切りタンと包み焼きですね。行きますね、全国回りますね。もともと和食やってたんでずっと、はい、で今やってないんですけど、でそのつながりでよくご飯は、とんでもないです。レモンとか使われますか？まあ、最初そのまま食べてみて、はい、中のネギも湯通ししてあるんですよ。で、味付いてるので、それも評判高いですね。で、食べるときちょっと中熱いので、火傷しないで、はい、ありがとうございます。ゲームが苦手とかございますか？特にないです。美味しければ。はい、本当にユニタンの型の機能といいまして、表面だけ油でまして、中がジューシーな好きな方もいらっしゃるので、本当お客様の好みですね。動画が溜まっちゃって全然編集できないですよ。時間かかるから。仕事しながらなんで。なるほど。そろそろいい感じ。あ、本当ですか。はい、ありがとうございます。はい、お願いします。美味しそう。はい、どうぞ。どうぞ。熱いですよ。はい。
そう。あ、美味しいですね。美味しいです。ありがとうございます。あ、はい、全然ありがとうございます。はい、もう全然大丈夫です。はい、いただきます。これはね、ご飯と一緒に食べる。ポン酢が美味しい。マジで食いすぎた。Thank you.